創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等第70条発起人は第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には第68条第1項の通知に際して法務省令で定めるところにより設立時株主に対し議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この間において創立総会参考書類という閉じ及び設立時株主が議決権を行使するための書面以下この間において議決権行使書面という閉じを交付しなければならない。第2項発起人は第68条第3項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に変えてこれらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし設立時株主の請求があったときはこれらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。第71条発起人は第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には第68条第1項の通知に際して法務省令で定めるところにより設立時株主に対し創立総会参考書類を交付しなければならない。第2項発起人は第68条第3項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは前項の規定による創立総会参考書類の交付に変えて当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし設立時株主の請求があったときは創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。第3項発起人は第1項に規定する場合には第68条第3項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して法務省令で定めるところにより設立時株主に対し議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。第4項発起人は第1項に規定する場合において第68条第3項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の1週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは法務省令で定めるところにより直ちに当該設立時株主に対し当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。議決権の数第72条設立時株主成立後の株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く括弧閉じは創立総会においてその引き受けた設立時発行株式1株につき1個の議決権を有する。ただし単元株式数を定款で定めている場合には1単元の設立時発行株式につき1個の議決権を有する。第2項設立しようとする株式会社が主類株式発行会社である場合において株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは創立総会において設立時株主は株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り
当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。第3項、前項の規定にかかわらず株式会社の設立の廃止については、設立時株主はその引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。創立総会の決議第73条、創立総会の決議は当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。第2項、前項の規定にかかわらずその発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける、定款の変更を行う場合、括弧設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く括弧閉じには、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。第3項、定款を変更してその発行する全部の株式の内容として、第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け、または当該事項についての定款の変更括弧当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く括弧閉じをしようとする場合、括弧設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く括弧閉じには、設立時株主全員の同意を得なければならない。第4項、創立総会は第67条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については決議をすることができない。ただし定款の変更または株式会社の設立の廃止についてはこの限りでない。議決権の代理行使第74条、設立時株主は代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては当該設立時株主または代理人は代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。第2項、前項の代理権の授与は創立総会ごとにしなければならない。第3項、第1項の設立時株主または代理人は代理権を証明する書面の提出に変えて、政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において当該設立時株主または代理人は当該書面を提出したものとみなす。第4項、設立時株主が第68条第3項の承諾をしたものである場合には、発起人は正当な理由がなければ前項の承諾をすることを拒んではならない。第5項、発起人は創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。第6項、発起人括弧株式会社の成立後にあっては当該株式会社、次条第3項及び第76条第4項において同じ括弧閉じは、創立総会の日から3ヶ月間代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所括弧株式会社の成立後にあってはその本店、次条第3項及び第76条第4項において同じ括弧閉じに備え置かなければならない。第7項、設立時株主括弧株式会社の成立後にあってはその株主、次条第4項及び
第76条第5項において同じ括弧閉じは、発起人が定めた時間括弧株式会社の成立後にあってはその営業時間、次条第4項および第76条第5項において同じ括弧閉じ内は、いつでも次に掲げる請求をすることができる。1. 代理権を証明する書面の閲覧または当社の請求。 2. 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧または当社の請求。書面による議決権の行使第75条。書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定めるときまでに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。第2項前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に参入する。第3項発起人は創立総会の日から3ヶ月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。第4項設立時株主は、発起人が定めた時間内はいつでも第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧または当社の請求をすることができる。電磁的方法による議決権の行使第76条。電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定めるときまでに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当該発起人に提供して行う。第2項設立時株主が第68条第3項の承諾をしたものである場合には、発起人は正当な理由がなければ前項の承諾をすることを拒んではならない。第3項第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に参入する。第4項発起人は創立総会の日から3ヶ月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。第5項設立時株主は、発起人が定めた時間内はいつでも前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧または当社の請求をすることができる。議決権の不統一行使第77条。設立時株主はその有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の3日前までに発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。第2項発起人は前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けたものでないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。発起人の説明義務第78条。発起人は創立総会において設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合、その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合はこの限りでない。議長の権限第79条。創立総会の議長は当該創立総会の秩序を維持し議事を整理する。第2項創立総会の議長はその命令に従わない者、その他
当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。